この近くで講習会があり、終了後関水湖園に行きました。関水湖園は県内の絶景スポットとして有名です。ちょうど運河内周遊のクルーズ船は来ています。ここから引き返すようです。泉と滝の広場、水のカーテンと有線などで構成する泉と滝の広場には、川の最上ルーブをイメージする滝と、湧き水をイメージする水盤があります。滝は20分ごとに作動します。また、年中ライトアップもしています。本日は、天気も良く、天文鏡も映えます。天文鏡は泉と滝の広場と並んで長野が関水湖園のシンボル施設です。両端のエレベーターを備えた展望塔からは関水湖園全体が一望でき、立山連峰の眺めは最高の素晴らしさです。
世界一美しいスタバと言われているスターバックスの山間水公園店です。ただし現在の世界一は別の場所のようです。駐車場があります。また運河の反対側に有料の立体駐車場がありますが、2時間は無料です。カモがいます。ここから先は初めて来る場所です。無料で入れるようなので入ってみます。3階です。さすがに眺めがいいです。したのはこの景色です。このスタバが世界一と言われた理由、それは関水公園に加え立山連峰があるからですね。私はこの景色を今まで知らなかったなんて、すごく損をしていた気分です。何時間でも眺めていられる素晴らしい景色です。
対側にも行ってみます。通常、向かいの展望塔との間に赤い糸電話が設置され、愛の告白スポットになっています。ただし、現在はコロナ対策で撤去されています。下りは階段を使います。ちょうどクルーズ船が来ていました。映り込んだ指を極力消しています。そのため多少不自然な点はご了承ください。なお、2倍速です。展望塔にも入ってみます。基本は同じような景色です。山に少し雲がかかっているのは残念ですが、それでも素晴らしい景色です。噴水がありました。
編集で短くしていますが、実際は5分くらいです。普段水量ラインに行ってみます。淡水公園内周遊は500円、岩瀬カナル館までは片道1700円です。なお、富山駅方面に戻る際の路面電車両車券付きです。今日は時間なく乗れませんが、いつか近いうちに乗ってみたいですね。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。